はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということで、今日もラジオ撮っていきます。そう、ちょっと皆さん見ましたか、フジロックのねホームページちょっとまずは見てほしいんですけど、フジロックがね年末年始にこうフェスをやることがね決定しまして、キープオンフジロッキン2オンザロードトゥーナエバ2021ということで、12月31日に東京ガーデンシアターというねライブハウスというか、なんていうんだろう、ホールみたいなところで、フェスを、オールナイトでフェスをやるそうです。オープンがね昼の1時半から、ショーが始まるのが、午後の3時っていうところで、そのままね年越しオールナイトでライブをしていくっていうところなんですけど、フジロックといえば今年の夏はちょっとそのコロナの影響とかで苗場のフェスはできなかったりして、まあこうやってねちょっとこう最近はまたちょっとね増えてきちゃっててあれなんですけども、年末にねこうフェスをね開いてくれるっていうのはものすごく嬉しいことですね。もっとねなんか結構フェスやるとすごい叩かれたりとか最近はしてるかなと思うんですけど、まあしっかりねなんかいろいろフジロックをね開催している会社ならその辺もすごいしっかりやるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあなんといっても一番すごいのはこの出演アーティストなんですけど、本当にね素晴らしいアーティストがたくさん集結してるななんて僕個人的にはね思ったんですけど、まあ発表していきますと、ザ・バースデー、セロ、コーネリアス、下山、金子綾乃、織坂優太、パンピー、テンパレイ、ザ・アレックスというバンドたちがこうバンド、まあシンガーソングライターも含め集結してるわけなんですけど、日本の今こう新しく来ているニューウェーブのアーティストさんもいれば、こう古くからこう活躍してるようなアーティストさんも集結してるんで、フジロックってもともとこう、まあ今回はさすがにね海外のアーティストを呼ぶのは少し難しいというところもあるんだと思うんですけど、まあまさにこのフジロックが選択するアーティストって本当に何だろう、こう音楽ってもちろん年齢によってさ、まあ、好きだった世代がすごい違うと思うんだけど、どの世代にもこう当てはまるような、まあ、どのジャンルにもね当てはまるようなアーティストをこう選んでくるなっていう風に、ね、僕は思ってて、いや本当にねこの、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね、9のね9アーティストと言えばいいですかね、まあ本当にこう激戦されたアーティスト、今すごいノリに乗ってるアーティストも含めてね、いや素晴らしいラインナップだなと個人的には思いました。はい、でまあ一応ねチケットの方とは言ってもね、これすごい人気なんじゃないかなって個人的にも思ってて、ライブチケット多分取れないかもなって一応僕もね申し込もうとは思ってるんですけど、スマッシュフレンズ会員先行予約っていうのがまずありまして、でもこれはスマッシュが運営するなんか有料の会員サービスだそうで、何かこう有料会員にならなければいけない、まあこちら多分ね当たりやすいんじゃないかなと思うんですけど、これが11月20日から11月23なんで、もうねこの動画上げる頃には終わっちゃってるかななんて思うんですけど、まあ普通に先行発売としては21日土曜日から11月29日の日曜日の夜6時まで E プラスでね先行販売、僕ねこれでちょっと予約というか抽選してみようかなと思ってます。で一般販売は12月の12日から開始ってことで、まあこれほんと秒速で売り切れちゃうような一般販売だとは思うんですけど、そうそう、ぜひね僕も当たるとすごい嬉しいなと思ってるんですけど、先ほどね東京ガーデンシアターのキャパどのくらいなんだろうなと思って調べたら8000人って書いてあって、いやーかなり厳しいんじゃないかなと思ってて、年末でそうそうそう8000人しか入れないののフジロックだよと思って、まあ本当当たってね、もし僕も行くことできて、この動画見てくれた方で行く人がねもしいたら、ぜひね一緒にお酒なんか飲めたらいいななんて、はい、思います。そうだ、重要なことをね言い忘れてたんですけど、これね生配信、オンラインライブというかオンラインで映像のね配信もあるそうで、こちらねまあ東京でやるし、今ね東京すぐ感染者も多いってこともあると思うんですけど、全然ねこう家族がいる方でも生ライブの配信チケット買って、こう年越しでね、まあ家でね見るっていうのもちょっとありかなって思いました。僕も外れたらちょっとこっち買おうかななんて、思ってるんですけど、いや本当にねこう年末年始といえば僕は本当ガキツカとか紅白歌合戦とかすごい見てたんですけど、こうやってね時代も変わってくるとテレビだけがこう年末にやるんじゃなくて、こうやってオンライン配信とかでそういうとこも見れるようになってくると、よりなんかね年末の楽しみっていうのはすごいいろいろ増えてくるなーなんて改めて思いました。これも前回話したのと近くて、まあ、これコロナのねになったことで、こうやってライブもこう生配信のこう設備がどんどんね整っていくと思ってて、
そうそう 5G とかもあると思うし、そうそう、だから音楽番組とかテレビを年末に見るだけじゃなくて、こうやって配信を年末に見るっていう文化がね、来年再来年とどんどん深くなっていくんじゃないかなと思います。もちろんやっぱりね、結婚していて子供がいる家庭とかだったらそんな簡単にね年越しライブとか行けないけど、そういう方でも見れるっていう風なことを考えると、すごい生配信の年越しライブって本当素晴らしいなってね最近思うようになってます。はい、なんでまあいろいろ見る方法はあるんですけど、ぜひね今回出るアーティスト、僕もねほとんどのアーティスト知っていて、ザ・アレックスというアーティストはね曲だけ聞いたことあるんですけど、生でね見たこともない、ぜひね一回も見てみたいなと思うんで、ちょっと当たると嬉しいななんて思ってます。はい、まあそんな感じでね、今日は、フジロックの年末の年越しライブについてね話していったわけなんですけど、まあこうやってどんどんね音楽の情報、少しねちょっとこれもうニュースになってから数日経ってるんで、もう結構知ってるよって人も多いと思うんですけど、まあまあこうやってツイッターとかやってない人で YouTube すごい好きな人にこういうライブとかフェスがねどんどん広まっていくと、まあ少しでもいいんじゃないかななんて思って、今日はラジオ撮ってみました。はい、普段そうやって音楽の情報とかアーティストの話もするし、映画とかね最近は結構Netflix とか入ってアニメとかも見るようになったんで、そういう話もねどんどんしていけたらいいななんて思ってますんで、ぜひね気になってくださった方とか、共感してくださった方いましたらね、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。というところで今日もおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。おやすみなさい。